いやもう反省の諸君、バーチャル風緊張の祝福バツ丸だ。ということで今回は以前ね投稿したこちらの動画、男3人伊香保温泉旅行動画のね、いわばね中編となる雑談動画ですね。まあやっぱり男が集まってね、なんか深夜とかにお酒とか入れちゃったらば語り明かしてしまうっていうのが世の常じゃないですか。ということでこの日もね例に漏れずいろいろ語り明かしたんで、本当はねなんかサブちゃんとかにあげようかなって思ってたんですけども、まあせっかくなんかね普段見れない一面とかもあったんでね、あのメインの方にあげることにしました。てな感じなんで、よければ先にねこちらのね旅行動画の前編をご覧になってからこちらの動画を見てくれたら嬉しいかなと思うぞ。でもってね、ちょっと先に言っておくんですけども、もうこの動画撮る頃にはちょっとねみんなねほろ酔い気味になっててね、あのあんまりろれつが回ってなかったり尻滅裂なこと言ってたりとか、めちゃめちゃ物食いながらもちゃもちゃ喋ってるけどそのあたりは少しごめんなさい。はい、ということで今回のメンバーは前回の旅行動画に引き続き俺のリア友オレンジテロップ D さん、そして緑テロップ萌え豚さん、このメンバーでね展開していこうと思います。ということで本編をお楽しみください、どうぞ。じゃあということでね、コンビニでみんな夜食買ってきたと思うんで、ちょっと商品紹介いっちゃいますか。てなわけで最初ちょっと通称さっきまでね P さんと呼ばれていた萌え豚さん、うん、ちょっと本人の意向により萌え豚と呼ぶことになりました。ということで萌え豚さんの買ってきたのがこちら、じゃん。何ですかこれ。もう一人で食べるようだよ。すごい素朴な渋いメニューだな。ゆで卵とイカの耳、イカの耳初めて聞いたな。はいはいはい、そして塩ラーメン、いいね、締めにねこれね。やっぱこれ風呂上がり夜塩ラーメンよ。そして何そのグリーンコーン、グリーン豆、豆グリーン豆、ね、おつまみ系の豆美味しいのよ。あーまたサクサクしてて塩気あってみたいな ね、グリーンピースとか別に好きじゃないけど、うん、おつまみ系の豆は美味しいのよ。あれもう豆として認めてないところあるもんね。そしてわからんもの買ってくるんじゃないよ。うん、あその時まだちょっと酔ってたからね。次 D さんのね買ってきたものがこちら、じゃーん。わ、ちょっとなんかさっきと性格出てるわ。さっきの萌え豚さんとの配置の違いがなんか考えて今。俺が適当だったやつじゃん。うんしょうんしょって置いてたもんな、ちいかわみたいに。で何ですかこれ。粗挽きスライスサラミ、いいね、渋い、黒光りしてるよ。みんなでつまめる系がいいかなと思って。あ、分けてくれる感じなんだ。もちろん。うわ、俺の評価どんどん下がってくる大丈夫、俺も分けるつもりなかったから。そしてグラッツ、グラッツェ、まあ、よくわかんないやつですね。グラッツ、グラック、グラッツ、そしてスモークタン、焼きそば、みんな麺買ってきてますねこれね。はい、ありがとうございます。はい、よし、僕が買ったのがこちら、じゃーん。お、なんて綺麗な並び方なんだ。ちゃんと商品名がこっちに見えるようにこう考えられてる。すごいすごいぞ。一番食わないくせに一番買っとる右からロース生ハム、これはもうね夜食にはもってこいでしょ。ロース生ハムイケてるやつが買うもので、塩バター味のね、なんかこれあの形が面白かったんで買いました。なんかこう耳の中のさあれみたいですね、渦巻いてる缶みたいですね。もう絶対食べません。チョコマシュマロ、やっぱ甘いものね挟まないとね間にね。ねえ、マシュマロとか俺普段からよく食べるんですよ。マシュマロとかね、初めて聞いた。ひねり揚げ、もうこれは間違いないでしょ。ひねり揚げ買う人渋いです。地元のお祭りでブイブイ言わせてます、ひねり揚げ買う人。ドトンコツ醤油、もう動画ついてますからこれ、とんでもないですよ。マジマジ盛りって書いてあります。これすごいですよ。もうこれを最後にねチョイスするこの豪快さ、他の2人と違うところがありますね。はい、ということで今回ねちょっと3人でね旅行に来てるんですけども、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ということでですね、2人のねお友達に来てもらってて、ちょっと旅館に泊まってるんですよね今で。久々にこう3人集まったということなんで、ちょっとねお酒とかコーラとか飲んだりとか、つまみね、つまみながら、つまみがつまみ、おつまみとかね、つまみながらね、ちょっとしっぽりとね、いろんななんかつれつれなるままに雑談でもしましょうじゃないかっていう話ですよ。はい、てなわけでね、もう早速もう待ちきれないと思うんで行きましょう。これ乾杯。お疲れ。いただきます。あーうまい。食べよう。ねえ、もう生ハムいくわ、生ハム。じゃあちょっといただきますかね。このコーラのねシュワシュワにやっぱ生ハムが一番ですよ。食べたことないよ。食べたありがとう。ハムはね、硬い方が好きなんだよね。ニコンのスモークから硬くて美味しいんだよ。へぇ、あ、柔らかい方が嫌だって話か。そう、コリコリしてた方がね。それは硬い方が好き。食パンから軟水卵とかゆで卵、ゆで卵行くんだ。本人の
ゆで卵美味しくない？あんま食べたことない。コンビニでわざわざゆで卵を買おうという、うん、なんかね、なぜか中までね塩味が入っとるんよ。あ、染み込んでるんだ。皮が剥かれてないから、殻が剥かれてないはずなのに、うーん、なぜか味ついとるんよ。やっぱそれも育ってきたあれですよ、鶏時代から。鶏時代、そういうやつ。卵の鶏時代って何？ちょっとよく分かんなかったね今。だめだめだ、エンジンかかってないわ。分かんないね全然。もうこいつの存在を忘れれば。そうだ、誰かが結婚したくなる。黒歴史すぎる。広いの垂れ流しとかこれ。結婚願望あるんですか？結婚願望とかあります？ない。ある。あるんだ。あるんだね、うん、逆のイメージ、うん、ねえねえ逆に。え、なんでなんでなんで結婚して何したいみたいなことあるの？いや、ないけど。直前とあるんだね。結婚したいっていう気持ちだけね、うん、まあでもなんか確かにさ、地元の方とかでさ、あの、実は俺たち3人とも静岡出身なんだよね。ね、全然あの出身地は違うんだけど静岡なんだけど、たまたまね静岡出身で集まってて、やっぱ地元とかにいた時はさ、その結婚するの当たり前みたいな風潮あったよね。当たり前だと思ってた。思ってたよねやっぱ。けど今全然ないわ。うん、結婚願望が全然ないねマジで。自分のやりたいことやりたいみたいな感じがちょっとあるよねまだ。人の人生を背負えないよね。うん、そんな大それた人間じゃないっていう。二人は特にそうだよ。やってるね、仕事というか。そうだね、確かに。あの、俺はまあこんなことやってるし、もう肝豚くんも萌え豚くんもね、特殊なことやってるんで、なかなか二人はプリキュアみたいな。流れがもうそれしかなかった。2人はから通ずる言葉ってプリキュア以外なくないもん。言われるまで気づかなかったけど、それしかないわ。もう今自分で言って固まっちゃったもんな、ちょっと。お前が丸分かりになっちゃう。まあ、まだまだちょっとなんか、そんな結婚とか考えられない年だけど、D さん以外ね。でも、親とかの年だったら子供とかいたりする人も全然珍しくなかったじゃん。そう思うとなんか考えるところはあるよね、ちょっと。まあ、周りでも結婚してる人結構いるかもね。マジで。てか最近増えてきたわ。うんうんうん、本当に。会社の人もみんなそうだわ。みんな結婚してる？本当、俺より年上の人はみんな結婚してる。まあそうだよな、そうなってくるって。20代も半ばぐらいになってきたら結婚してる人めっちゃ増えてくるみたいなね、感じあるよね。まだ都会にいるからあんま感じないけどね。そうだね。それが地方だとね。やっぱ地方ってやること少ないからさ、めちゃめちゃ。やっぱ恋愛に一番そのベクトルが向きそうな感じはするよね。なんで地方的に回してんだろう。地方出身だからいいかなって思って。俺も地方にいたら多分恋愛に向いてたもん、全部。多分もう結婚してたかもしれない。してたかもしれないね。子供ぐらい、あのミニバスがいても。ミニバスみたいに言っちゃった。忙しいからな。まあね、忙しいとなかなかそこまで手回らんっていうのはあるし。え、D さん、子供欲しいとかあるの？なんか。ない。ああ、結婚したいだけみたいな感じか。でもまあ、周りで結婚して子供いる人もいて、こういう反省力が。あ、確かに環境によってさ、周りがそういうみんなが結婚してる環境みたいなのにいるとさ、なんかちょっと自分もしなきゃとかっていうさ、なんか謎のあれない、ちょっと合に行ってはじゃないけどある、ね、でもやっぱ今のところ周りはそんでもないから、うん、まだ焦る時じゃないかな。そうだね、俺もなんかそんな感じするな。まあ、ちゃんと D さんが一番ね、真面目な社会人してるんで、周りにやっぱ結婚してる人が多い気はするよね。なんか結婚するならどんな人がいいとかある？2人とも。ヤンデレじゃない。ヤンデレこの世にそんなにいる？ヤンデレ製造機だからヤンデレにならない人がいい。あー、メンヘラ通り越してヤンデレなんだ。ヤンデレだね、もう。うわー。包丁突きつけられたことないでしょ。ね、ないないない、あるの逆に。あるよ。こうね、背筋が冷えるっていうの。あの時しか感じない何かがあったわ。今までの人生で感じてこなかった旋律があったんだな。闇に電流が走るみたいな感じ。背中に電流走ってたわ。チェホンね。ヤンデレとか確かにね、作りやすそうな感じはする。あの、優しいから寄り添っちゃって依存されるタイプでしょ。尻に惹かれるを通り越すとメンヘラになって、うん、そこを通り越すとヤンデレになるんだよ。いやー、わかる。こう二段階進化みたいな。ポケモンみたいに言うんじゃないよ。どちらかというとケシマじゃない。いや、どちらかというとバケモンだよ。D さんは、 D さんはこういう人がいいみたいなあるタイプとかでもいいし、性格が合えばいい。あー、まあ性格合えば大事よ。趣味とかね、それはね一番大事。大事、まあ、ライブとか行くからそれをなんか一緒に来てくれるか、うん、それに嫌がらないか。
はいはいはい、あの D さんあれよね、なんかトリプル A とか好きだよね、確かね。そう、後だけ死んじゃったけど。はいはいはい、ミッシーのライブは5公演だったから。プロじゃん、プロじゃあ。あれなの、やっぱりそんだけミッシーのこととか好きだとするとさ、もうミッシーみたいな人と結婚したいみたいな。全く思いません。そんな面倒くさそうな人は無理です。連絡さそうなんだ、ニッシーって。まだしかも異性のことを言うのは分かるけど、なんで同性例えた。いろいろ疑惑が出るよね。なんかうんとか言い出したら。そのぐらいちょっと好きが溢れてるから、サイズも。こんだけ細かいこと言うやつはめんどくさいでしょ、絶対。確かに、あのそれこそ俺さ、オリ曲出すみたいな時に、あのこの二人に相談したことあったんよね。そしたらその D さんがニッシーが好きだもんで、あのティザーっていうの、ティザー TV、うん、みたいなやつとかのすごいなんかその提案みたいなのを結構してくれたんだけど、まあそれが結構ニッシーを参考にしててみたいな話で、ニッシーのティザーとか見せてもらったんだけど、めちゃめちゃ凝ってるね、本当に。死んだ。もぐもぐタイム、もぐもぐタイム、もぐもぐタイムか。あ、びっくりした。レイヤー付きってやつ、ね、言ってた。俺今対面にいるのになって。本当ぜひライブに行ってみてよ。雑雑めちゃめちゃ雑だった今。自分で確かめろってこと。結局3時間もらえれば。あ、3時間もらえたら語り明かせる。まあ、ちょっとそういうことなんで、あの自分で行ってみてください。逆にどういう人がいいの、うん、俺、うん、俺もね、どっちかっていうと、そのキモブタさんと一緒で。キモブタさんね。めちゃくちゃ。もういいよ、キモブタで。口触りが良すぎて。ブタさんって呼ぶか。ブタさんでいいよ、じゃあ。うん、ブタさんだったらキモ入んないから、絶対。死ぬほどガリガリだけど、ブタさんでいいよ。いや、本当に、俺もちょっとブタさんと近いところがあって、あの、メンヘラ製造機みたいなところが結構あるんよ。で、なんか依存されがちみたいなところがあるんだけど、俺もね、メンヘラマジで結構苦手なんだよね。苦手になったが正しい。なあ、経験を経てね。で、あの、なんか、もうなんかいろいろああだこうだああだこうだとかうじ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 言われるとうるさいってなる。もうやましいって。もう元々一人の時間好きだったけど、余計一人の時間好きになっちゃったもんね。マジでそれはあるよね。なんかね、結構メンヘラ気質の人とかさ、女の子だけじゃなく男の子にも俺好かれたりするんだけど、ずっと電話かけられたりとか。同性に好かれるはないな。ない。俺だって同性に告白されたことあるから。やっぱ。そうよ、俺同性の後輩に告白されたことあるんだから。俺で OK 出したの。いや、OK 出してないわ。その時に、あ、でもこれ、あの、俺の活動のこと知ってるから、あんまネタにできんわ。その子。語れねえ。でも一回はされたいわ。まあね、そうだね。あの、全然嬉しかったから。経験としてされてみたい。うんうんうん。いや、大丈夫です。いや、大丈夫です。冷めてるな。もしかしたら新しい扉開くかもしれない。そうよ。うん。あの、だって言ってたもん。あの、ちゃんと、その、顧問みたいな好きとかじゃなくて、うん、あの、ちゃんと、松丸先輩のことを好きな時は、ちゃんと女の子として好きなんですって言ってた。女の子として？そう、女の子として。女の子として見られてたの？そういうこと。女の子と、あ、違う、その子が女の子として。あ、その子がね。そうで、松丸さんが男の人なんでっていう、なんか両方の女性男性両方の心を持ち合わせてるんだって。そう、だから女性のことをちゃんと好きになることもあるし、あの男性のことを好きになるときは女性の心になって好きになってるだって。真のノンケってやつだ。わあ、そう、もう本当に。でも今の時代に即してるよね、本当ね。ね、別に何とも思わないわ、うん、思わん。全然同性カップルめちゃめちゃいいと思う。俺、そう、多様性。逆に趣味とかめっちゃ合いそうだしね。男同士の方が絶対気楽ではあるよね。気楽、マジで。それはやっぱ女の子は愛をちゃんとなんかこう育んでくれるイメージあるけど、なんか男ってどこまで行っても遊びを優先するとかさ。基本ゴミ人間だから、どっかしらで絶対共感するんよ。そうそう思うと同性は楽なのかなって思ったりはするよね。もう全然なんか2人もあのなんか話したいテーマとかあったら全然ないんで。マッツーマ、このメンツは話しすぎた。マジでね、話す内容がない。なすぎる、本当に。だってさっきとかだって延々話してたからさ、この今日もね、移動中とかも。この前ちらっと生放送で話してたやつあるじゃん。なんだっけ。なんかさ、うん、あ、もう今アーカイブ消してるのかもしれない。あ、雑談撮った時にさ、ちょっと話してるじゃん。なんか友達とどっか行って、うん、女子会みたいにずっと話してたみたいに言ってたじゃん、うんうん、あー、そう言ったね、うん。あの時のメンツだからね。そう、その時のメンツです。その時に言ってたメンツなんで、マジで朝から晩までずっと喋ってたもん。このメンツ集まると喋ってしかいない。そう、永遠喋ってる。そうちょっと一人組違う。壁があるからね。ウォールマリア張ってるから。そうなの。だからいつもめちゃめちゃ喋ってるから、もう今更何喋るみたいなことあるかって言われたら特にないんだけど。でも話題尽きることないよね。ないね、基本的に。なんか逆に言ったら
さ、視聴者さんが気になりそうな話題とかさ、そういうのを逆張りで考えて、逆張りでいいコンテンツに自己紹介とかしとく。ああいいんじゃない、自己紹介。では肝ぶたさん、あ、じゃあ豚さんの、自己紹介。肝ぶたさんの自己紹介か。キモブタさんの自己紹介。キモイと豚以外で。キモイとか豚するとか思ってないから。キモブタさんはね、48キロなんですよ。めちゃめちゃガリガリです。豚としては全然優秀じゃないんだよ、ね、うん、優秀じゃない、もっと太った方がいい。趣味は一人で人生ゲームをやることです。ちょっとこれ以上聞いていいのかどうか不安になってきた。最近自己肯定感激低だからね。俺には人生ゲームぐらいがちょうどいいみたいな。人生ゲームがちょうどいい人種って何。でもそれこそさ、俺と豚さんが最近その自己肯定感めっちゃ下がってたよね。で、5月病みたいなのが結構やられてて、5月病が止まらないね。止まらなかったね。それラノベみたいな。ロマンスも止まらないし5月病も止まらない。月際みたいな、理想だけ上がってくる。本当にそれでね、傷の舐め合いをしてたんだけど、やっと最近なんかちょっと腫れてきてる感ない。ない。ないか、うん、下がってく一方。ああ、すごいよ、もうこれは止まらねえから。希望の自己肯定感下がってるって何に、何、どんなことが不安になったりするの？将来の不安しかないね。ああ、仕事とかってこと？そうね。ああ、でも今のなんか仕事も別になんか苦労してなさそうっていうか、まあ何、しがない物書きみたいなのをやっとるけど。わ、ライターさん、なんかその辺をさ詳しくいつもさ、聞き詰めるみたいなことないじゃん。その辺とかなんか詳しく聞いたら面白いかなって思うんだけど。詳しくっていいのかな。おー、自分の身バレないと言ってるのに。詳しく言っていいのかな、わかんない。あ、でも将来の夢は自分の本を出すことなんだけど、はいはいはい、今ちょっと脇道にそれてる状態だよね、だから。あ、はい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 。自分の本っていうのはそのなんかいろいろ種類あるじゃん。小説とかラノベとかさ、漫画とか。でも小説かな。小説、はい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 。もうね、でもね、あ、自己肯定感低くなった要因の一つが、うん、小説のコンテストみたいなのがあるんだよ、ね。ああ、よくあるよね、なんか、うん、あれで、まあ、大体予選最終選考、うん、受賞みたいな段階があるんだけど、はいはい、うん、その受賞まで行くと大抵、うん、書籍化になるんだよ。あ、はいはいはい。だけどその一個手前の最終選考でもう、うん、両手じゃ足りないぐらい落とされた。でもそこまで行くのすごいけどね。足りんよ、もうなぜかそっから先が行けないんだよね、うん、あー、一歩が。で挫折した一回。うわー、で今に至る。今ちょうどそこよね。あー、なるほど。じゃあ結構心がポキッとなって、ね、ポキノコンじゃないよ、もう、うん、ボキボキよ。ジョコアニメぐらい、もう一回折れたぐらいでボギボギだから。ボギボギなのか。じゃあここで本当にこれから続けてる、蹴るか続けていけないかの瀬戸際みたいな。そんな感じ。ああ、なるほど。でもそこまで行くのすごいけどね、普通に考えて。どうなんだろうね。なんかあと一歩、なんかさ、俺結構バクマン好きだから、そういう編集者さんのさやつ見るんだけど、よくある話でさ、あらこれ慣れてないやつ一人いるわ。いたな。全然動画に慣れてないやつ。動画慣れてない人いたな。よく聞く話でさ、うん、編集者さんがその才能ある人を見つけた時にそこで満足させないように、あと一歩っていう時はあえて突っ放ねて、これじゃダメ、もう一回最初から書けっていう時があるみたいな。あるね。そうそう、シュレッダーにかけるとかね。そうそうそう、目の前でシュレッダーにかけて、でその悔しさをバネに華々しくデビューしたよみたいな話とかあったりするじゃん。なんかそういうやつの可能性もあるけどね。なんかそこまでだって言っても、もういいよ。何回やるそれ。目の前でシュレッダー10回以上かけられとるよ。何回その工程繰り返す。シュレッダーのゴミで小松が立てれるみたいな。もういいよ、満足したよ、もういいっしょ。もしかしたらさ、そのシュレッダーにかけられたそのね、あの紙たちをこうやって並べたら、おめでとうって文字になってるかもしれない。もしかしたら悪魔の実や、それは。やっとるやつが悪魔の実じゃ。悪魔の実、今すぐ海に沈めたるよ。え、でもそのさ、めちゃめちゃ俺そういう話好きだから興味めっちゃあるんよ。うん、なんか例えばどういう系統のお話書くのが好きとかさ、なんかそう。あ、でも、うん、俺もう2種類、2パターンだけ。お、最初は中学生ぐらいの時に友達に誘われて書いてみるかみたいになったから、はいはい、中学生の時ってラノベとかさ、オタク的にはさ、うん、そのいわゆるナロー系みたいなやつがいるから、やっぱファンタジーから入ってる、異世界ファンタジー。はい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 。だから今でもその名残で異世界ファンタジーみたいな書くし、それかもう、うん、青春恋愛もの。はい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 。めちゃめちゃ好きなんよね。豚野郎が夢を見るみたいな。あ、でもあれはラノベじゃん。あ、あれラノベか。もっと違うよ、うん、君の膵臓をみたいな。食いたいやつか。食いたいぞ、食いたいやつ。食いたいやつ。はい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 。君の膵臓食いちぎりたいやつ。やりすぎ。あの系統ね。うん、うん、あ、いいね。なんかどっちもさ、夢がある2コンテンツじゃん。そうそう。どっちも売れた時にバカ跳ねる、その余力を残してるっていうかさ。まあ、一方はアニメ化があるし、うん、一方は映画化があるし、ね、うんうんうん、そうそうそう、そういうの
も夢あるよねやっぱね。けどやっぱね、うん、滑り込みやすいのはね異世界ファンタジーよ、うん、やっぱそうだよね。やっぱその母数が違うわ。そうだね、パイがでかいっていうかさ、アニメ業界もラノベ系どんどん出てるじゃん。アニメ、そう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 、だから確かに確かに、それだったらそっちの方が入りやすさあるよね。でもさやっぱ気持ちがさ、うん、あってさ、流行り物に乗りたくない天の尺出ちゃってるからさ、わかるー、マジでこれ書けばって分かってるんだけど、でこれ書けば数字、俺だったらこれやれば数字取れるとか、その動画出せば、そうそうそう、ね、それ分かるんだけど、できないってなっちゃう。そう、やっぱ自分のポリシーがあるからね。ダメだ、動くの右手ってなっちゃう。やめろ、その動画を作るなってなる。分かる分かる、このプライド捨てれたらでかいんだろうなと。でかいんだろうな、捨てれんわ。でも捨てないのがそのクリエイターとしてはやっぱいいと思うけどね、うん、このまま、うん、夢は夢のまま終わっていくのかなって思ってるのが今。うわ、え、でもさ、それこそその異世界系のラノベとか書いて自分のさ生み出したキャラクターたちがアニメとかで動いてたらめちゃめちゃテンション上がるね。上がるね。声優誰にやってほしいとかさ、そういうのないね。上がる、あるよね。主題歌誰に歌ってもらおうとかあるよね。ある、リサでしょ、リサとかエメでしょ。もういや、もう好きな歌い手さんに歌ってもらおうか。あ、いいよね、歌い手さんもどんどん最近出てきてる。それ言うと好きな VTuber さんに歌ってもらおうかなとか。おい、俺かよ。おい、さっき俺の歌ってみた好きなのあるって聞いた、お店で。なんだっけ、結局なんだっけ。47。そう、数字のやつって言われた。カタカナで書いてあるやつ、ね、47。そう、カタカナって言われた。 D さんには都道府県の歌って言われた。俺のことかよ、待ってるから、その時まで待ってるから。私マシロ君、肝豚とか言ってくるやつをそこまで友達いられるかが分からない。怪しい。今日が最後かもしれんね。いや、今のところはノーコメントで死んだで。死んだ。 D さんね、あれなんだよ、実はね、 D さんね、過去にねテレビ業界で働いてたことあるんですね。そう、なんなら一番映像というものに精通してはいるから、ね、そうなんよ。だからちょっとその辺のね、あのお笑いみたいな、ここはこういうのがセオリーだよだろうみたいなの結構詳しいよね。 D さんどうですか。ブラックすぎてやめてよ。夢もクソもない。一言で現実突きつけられたもん。400時間も働いてみる。400時間。400時間で何日よ。何日で400時間。1ヶ月。1ヶ月で400時間。え、5月の労働時間が400時間で、5月の2日中から6月の9日くらいまで休んだのか。え、ちょっと待って、1ヶ月って400時間もあるんだけど。今ね、同じことめっちゃ言おうとした。ね、めちゃめちゃ言おうとしたわ。やばいね、ほんとに。え、D さん、そういうのどういう仕事をしてたんだっけ、なんかカメラマンみたいな。普通にアシスタントディレクター。アシスタントディレクターって何やるの？ね、AD さんってやつでしょ？ディレクターから頼まれたすべてで。あー、なんかイメージだけどさ、あのカメラマンさんのケーブル持ったりとかもあるし。でもそれはカメアシかな。あ、カメラアシスタントか、それ、うん、東京にはカメアシさんもいる。はいはいはい。カンペとかじゃん。カンペとかはやらせてはもらえなかったかな。じゃあもっと水出しとかそういうのか。カンペを作る方とか。ああ、なるほどね。カンペやるのがもっと上の人。ああ、そうだよね、やっぱタイミングとかあるもんね、結構重要だもんな、それ。あと、もう映像の許可取りとか。はいはいはい。ロケの運転の仕込みとか。あ、それじゃあ裏方作業みたいな、円滑に進むようにっていうのをやってるみたいな。そう、あとまあ、撮ったものの絵合わせ。はい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 、はい、文字起こしとか。じゃあ縁の下の力持ちだ。うん、奴隷かな。奴隷。リアルすぎて心が痛いよ、俺は。マグがな、ほんとに両極端すぎるのよ、この3人2対1なのよね、常に。2対1よ。俺と豚さんがめちゃめちゃその夢を追うタイプの人間なんだよね。で、 D さんがそう、今ね、現実と戦っているね、社会人選手なんですけども。一般もこっちの方が多いからな。ここがおかしいだけだからね、この密度がね。でもこの中では少数派だから。そう、そうだよ、でかい顔しないでもらって。本当にね。そうだよ。え、でもちなみにその D さんはその現実的な感じに今働いてるけど、夢みたいなのあったりするの？あ、ないかな。ね、この沈黙思った今。思った。ないよなって思った。今からでもまあ遅くはないけど。全然遅くない。だって俺たちまだ20代だし。だって別にここ2人も実ってるわけじゃないから。ほうほうほう。まだ目立ってるとこだから。そう。なんならスタートラインから交代してるかなって思ってるもん。いや、マジで俺も最近そうだから、本当に。いろんな試行錯誤の時期よね。でもさ、その試行錯誤してる時がなんだかんだ一番楽しいみたいな。そうなんだけど、うん、年が迫ってきとる。焦りはあるか、焦りが、そこの老いの焦りがある。うん、どんどん若い子たちが出てきそうな感じするし、ね、追いかけてきとるもん。あー、それはあるな。なんか俺も周りで最年少かなって思ってたらさ、俺より下の人出てきてるかもなみたいな感じするもんね、最近。最近いるの、なんか、うん、来てるなみたいな人。VTuber さんとか。そう、で同じ業界でっていう。はい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 、うん、全然わかんない。
把握してないんだ。全然わかんない。後ろ振り返らないんだ。振り返らない。俺ゆいが独尊だからさ、前しか向かないんだ。前しか向いてねえからよ。じゃあ追いつきたい人とかいるの？それはもういっぱいいるさ。それはいっぱいいる。うん。じゃあ一番こう近しいというか身近というか、はいはいはい、でかいやつ。一番やっぱ目標っていうか、一番俺がこの業界に入って一番尊敬したのはやっぱポンポコちゃんとピーナッツくんだよ。俺しかも本当に俺冗談抜きにピーナッツくんポンポコちゃんは初期から俺応援してて、でこれ結構話すんだけど、部活の友達とかとおいバツ丸飯行こうぜって言われた時とかに、俺部長だったんだよね。その時に部長だったんだけど、ちょっと俺部活の出さなきゃいけない書類あるからって言って、あえてそれを断って一人でマックに行ってピーナッツくんのアニメを見たりとか、ポンポコ24を見たりとか、そういうことをしてるような人間だったから、そこまで好きだったよ俺。あの頃そんなことしてたんだと思うと感慨深いわ。ちょっといなくなってた頃何してたかって言ったら、俺そういうことしてたよ実は。てっきり忙しいもんだと思ってたけど逃げてたよ実はね。俺全然一人飯とか大丈夫な人だから、それが楽しみすぎてで見てたぐらい、マジでその頃から大好きで、で俺その頃は VTuber 始めてないよまだ。うん、うん、そうだね。一般ファンで見てて、で VTuber 始めた時にもうそれがなんかファンから尊敬に変わった本当にっていう感じがあったから、一番やっぱ目指してるのはそこかな。じゃあ逆に豚さんはなんか目標にしてる小説家さんとかさ、なんかそういうのとかいたりする？あんま特定のっていうのはないけど、ここで出したいなっていう出版社みたいなのはある。やっぱり電撃文庫とかそういうやつ。そう、出版社ってさいっぱいあるじゃん。はいはいはい、いろいろあるじゃん、うん、けどこの出版社が出してる本全部いいやんみたいな、あるところがあって、はいはいはい、そこは2回落ちた2回最終選考で落ちた。最終選考まで行ってるんか。惜しいな。最終選考7作品ですからの1、うん、2作品に残れ。うわー、あそこがやっぱ厳しいんだ。そっか、あれバクマンでいうところのジャンプ加作みたいな感じか。そうそういうことか。うわー惜しい。なんもないんだけどね、お金入ってこないよ加作みたいなジャンプみたいな。あー最終選考は何もないんだ。あの好評が来るだけ。あーこうでしたよみたいな。そう毎回同じこと書かれとるじゃあでも逆にさ、その同じこと書かれてるのとか聞きたいわ。なんかそれをさ俺が第三者目線で聞いたら、うん、じゃあここ壊したらもしかしたら次受かるんじゃないみたいなさ。なんかでも多分ね、うんうん、ほぼね定型文というか、あなんかこう全部に書いとるんやろなみたいなのが毎回ついてんのかなって感じではね。あちょっとコピペ文章じゃないけど、そう、うんうん、なんか定石のような言葉。はい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 、はい、絶対もう一つインパクトがあったらなんちゃらかんちゃらでしょう。絶対来る、はいはい、とかラストがもう少し綺麗にまとまってたらとか、うんうん、あーなるほどね。逆にラストが予想できないような何かだったらほにゃららららららみたいな。はいはい、良くも悪くも綺麗なんだけどラスト予想できちゃったとか何パターンかあるんだよね。あーでもそれは確かにその業界で言われがちな感じするよね、うん、でも確かに売れてる漫画とかってそこが結構強かったりするよね。インパクトがとかさ、だかやっぱりこうやっぱ賞に出すときは自分で、はいはい、新作だこれ、はい、これ来ました、うん、勝ちました、はいってなるんだけど、はいはい、後から見ると、うん、いやまあそうだよね落ちるよねこれってなる。俺は確かに本にならんわみたいな。ああでもその感覚ねめっちゃわかるのは作ったあと、うん、やっぱさちょっと時間置いてないと、うん、寝かせないとね。やっぱ主観でいっちゃうから作りたてって。そうでしかも作ってる時ので感覚麻痺してんだよね大体自分が。あこれねマジで動画もそうだしイラスト界隈でもめっちゃ言われるんよ。イラストでもそうなんだ。そうイラストではもうあるあるで定石なのが描いたイラストは一晩必ず寝かせろっていうの。描いてる間は目が慣れちゃってて、本当にそう寝かした方が上手くなる。上手くなるんだから。そういうこと。書いてる時はもうずっと見ちゃってるから目が慣れて、可愛い可愛いって見えてくるんよ。一晩寝かすとなんだこれみたいな。わかる。そうなるんよね。それやっぱクリエイター界隈であるよね。なんかあるよね。ちなみに小説は1ヶ月って言われてるね。そうだよね。だって作るのがそもそも時間かかる。全部書いた後遂行っていうのがあるんだけど、うんうん、なんかこう全部見直して足りないところを足したり、うん、文章違うなとか全部見直して、うん、なんかいろいろね手直しみたいなするんだけど、はいはい、それするのは完成してから1ヶ月後とかがいいみたいな。ああなるほどね。じゃあねそれぐらい長くしなきゃいけないらしい、うん、ああそんぐらい置かないと自分の中の感覚が取れないってことか。そうでも1ヶ月も待って、うん
たらもう次の書きたくてしょうがなくなる。間違いない、本当にそれ。今のはとっとと出して評価してほしいし、いけないなと分かってるけど、もはや書いてる時にすら、あーこれ次書きたいってなっちゃってる、なってる、うん、うーってなっちゃってる時めちゃくちゃある。分かる、俺動画編集してる時そうなんよ。もう次の動画撮りたくなっちゃってて、そうそうそう、そうだからこれ早く出さなきゃ早く出さなきゃってやってると、サムネとかがもうおざなりなまま出しちゃうんだよ ね。やっぱ何事もじっくりやるに限るのよ。いやマジでそれ本当にできんのよ。できない、できんのよ。できないから成長しないのよ。そうで、しかもそれを自分の気持ち的にできないっていうのもあるし、その YouTube で言ったら、うん、投稿頻度があんまりに遅くなっちゃうと困るからできないとか。あーそう、でもね、うん、小説もある、投稿サイトもあるじゃん、うんうんうん、で出すけど、うん、何日も空くとやっぱ減るのよ、うん、PV 数が絶対に、はい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 、だからもう何日に1回絶対出すみたいな決めてやったりするから、うん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 、で YouTube と近しいよ本当に。そうだね、なんか聞いてる限りシステムは大体一緒みたいな。結局どこも一緒なのよ。確かに面白いなそれ。